いやー服を売りに行ったんですよ。なんかちょっと服が増えてきたなと思って、何枚売ったかな、15枚ぐらい売って1200円ぐらいでした。まあまあかな。服ってひどい時は0円とかあるんですけど、0円の服も何枚かあったんですけど、本当にね、服って増えたらめんどくさいと思うんですけど、ぜひ服がたくさん増えて、なんかごちゃごちゃしたと思ったら、もうお父さんの服もお母さんの服も全部売ってみてください。今日はアピタで買ってきました。フライホイールズ、フライドポテト、なんでしょうねこれ。けどなんかね、あれこれひどいっしょ、ベイブレードがタイヤになっただけみたいな、もう無理やりなんかとりあえず作っとけ的な感じで作った感じっすよ。こういうのって大抵面白いからな。ほらベイブレードやん、これだってほらほら、これでこうするんでしょ。これベイブレードと同じやん、使えんよ。あ、これでか、あれ止まったよ。あ、多分こうですよ。これでタイヤ走って、まあ楽しいってやつですよ。そんな楽しいわけないじゃないですか。いた、全部飛んでったやん。うわっ、あー、びっくりした。嘘や、すごい、今胸までも乗ってきたよ。タイヤがダサい。これロールケーキとかだったらもっとかっこいいと思うんですけどね。やばいやばいやばい。なんか斜めにしたらカーブかけれるって聞いたんですよ。3、2、1、5、マルフォイ、マルフォイ、お、マルフォイ、お、イエーイ。このタイヤゲーム面白いんですけど、ちょっと危ないっすね。18禁ですよこれ。こうスリリングを求める人買ってみてください。じゃあな。